毎日小学生新聞は毎日新聞社が発行する小学生とその保護者向けの日刊誌である。略称は毎称。1936年12月22日に大阪毎日新聞社から大毎小学生新聞として創刊1945年11月13日第三種郵便物認可。同じ頃、関西中心の 大阪毎日新聞の姉妹誌として関東中心にあった東京日日新聞発行の東京日日新聞社からも東日小学生新聞が刊行された。両小学生新聞は形式編集はほぼ同じでローカルな記事に特色が出ていた。そして1943年に大阪毎日新聞が東京日日新聞と紙面合同をして 毎日新聞となったのに伴って、両小学生新聞も合併して、毎日小学生新聞となった。かつては、東京本社版、大阪本社版、西部本社版とも、発行所住所のクレジットが、その管轄地域で別々に記載されていたが、2015年、現在は、全国版で、東京本社の住所のみの記載となっている。内容は、政治や社会、 科学や文化、スポーツ等の話題を、小学生向けに分かりやすく、まとめた記事や特集、全国各地の学校行事や課外活動等の話題、学習や受験に関する話題や、解説のほか、読者の投稿欄や、連載漫画、小説なども掲載されている。論語くんと、あげたてころばやしくんという漫画も掲載されている。タブロイド版8から12ページ。基本的に、 全8ページで構成され、土曜日には中高生向けページ、15歳のニュースが4ページ、追加され、計12ページ。発行部数は公表されていないが、森田田彦編集長が多い時で15万部くらいと答えている。大事は、大米小学生新聞時代のあざ模様は、大阪毎日新聞と同じもので、毎日小学生新聞になってからも引き続き、使用された。 1981年に地模様なしの大字に変更。1991年11月に毎日新聞の大字が現在のものに変更された際、小学生新聞の大字下に毎日の目のロゴマークが記載されるようになった。当日小学生新聞には少年 SF 小説が連載され魅力になっていた。当時には手塚治虫、藤子藤雄。 その山俊二、松本玲次らがアマチュア時代から漫画を発表した。藤子が状況前に執筆した4コマ漫画、天使の玉じゃんは当時の大阪版に掲載された。その山が大学生時代から書き始めた。頑張れゴンベは1959年から1992年まで32年間にわたって連載された。また、 当時に学習漫画を長きにわたり発表した内山康二は毎日新聞西部本社の社員時代に大阪から伝送された手塚の作品を修正したのがきっかけで漫画家としてデビューした2008年5月8日に通算2万5000号を発行した当日の紙面には日本にある子供向けの新聞では最も歴史のある新聞ですと書かれた正式名称は 大阪毎日新聞社、東京支店東京日日新聞発行所。ただし、通称として、東京日日新聞社の社名を用いていた。日曜版は、中部本社を含めた全本社の住所が記載され、後に全曜日で記載されるようになった。2010年10月27日付、新聞情報。ありがとうございます。